埼玉県立松伏高等学校は、埼玉県北勝鹿郡松伏町夢見の東2丁目に、所在する公立の高等学校。普通科、普通科、情報ビジネスコース、音楽科の2学会1コースを設置している。音楽科の専攻は、ピアノ、声楽、管弦打楽器、ミュージカルの4つ。 2015年度の募集人員は普通科120名、情報ビジネスコース80名、音楽科40名。音楽科専用校舎として2階建ての音楽棟、シンフォニアがある。合奏室や合唱室、鑑賞室、講義室、レッスン室などがある。レッスン室は防音かつ冷暖房完備で18室あり、10室以上にはグランドピアノが2台ずつ設置されており、 専攻の個人レッスンで使用する。朝、昼休み、放課後の自主的な練習でも開放している。音楽棟は、放課後には吹奏楽部や合唱部も利用する。2014年度から制服が新しくなった。平成26年度の進路は、普通科は、専門学校47%、就職30%、大学、短大ントで、情報ビジネスコースは、 就職50%、専門学校28%、大学、短大18%。音楽科は、進学が多く、大学、短大53%、専門学校26%、就職8%。平成23年度卒業生の主な4年生、大学合格先は、東京芸術大学、日本大学、文京大学、流通経済大学、 聖徳大学、東京家政大学など、音楽科がある高校ということもあり、合唱部と吹奏楽部は、全国大会に出場経験がある競合。全日本合唱コンクール全国大会5年連続7度、出場全日本吹奏楽コンクール2度、出場東日本学校吹奏楽大会4年連続4度、出場いいガールズのパフォーマーである。 石井アンナ出演の積水ハウスの CM 撮影で本校舎が使用された。ありがとうございます。